どこで漏らしたんですか、それ。まあ、そんなもんな、2回目同じとこやな。扉も上げたんすよ、はい、上げてさ、連座にすればそう、俺が何秒か間で、俺もお前さ、あの小部屋入って、はい、ベルト緩めての時にもうわーっと一発目来た、二発目は二発目のかい。江藤さん大丈夫ですか？大丈夫です。うんこでね、あの逆のパターンもあるんですよ。やばい、漏れる漏れる思って便器でケツ出して、だって多分へっぷーとかいう逆のパターンもあるんですよ。俺でもね、でかいですから、もみさんやったらめちゃくちゃでかい。それが来てもらったらちょうどいい。パンツにだいぶついたんじゃないですか、うんことか。パンツにうんことか、あ、入ってない。ズボンにうんこついたから、ズボンに。しもさん、あれ なんでやろな、ここまで持っとって、はい、もう顔真っ青になって、小部屋入って鍵も閉めんと時間もったいない、そう運ぶの一部ももったいないもんって、もう開けないと開けないとでええわ思って、ベルト緩めてる時やったもんな俺。いや、ほんま、何やねん。あ、やっぱ揺らしたからね、うんこって。最後の最後まで揺らしたから。なんかね、もうこれやったらあんなきつい思いしたの、途中で漏らしとった方がええじゃないよ。ほんまに途中で漏らすらよかったの。途中で路上でやった方がね。開けましたね。座るわけで。俺ですから。いや、俺たち。俺のせい。俺のせい。あんなもん。ベンチルメン向けた。スーパー食べるんだよね。あの生卵。ドアラゴ掴んだ全然ブリブリ。掴むとこ間違ってるね。このひまわりちゃうの。ひまわり。ひまわりやろ。俺もあれ半熟の。半熟の確かあれやわ。お前オムレツ定食やわ。あれ絶対あれやわ。ぜひですね、皆さんから手紙を。うまかったけどな、あの半熟やから余計。油断したらダメですね。はい。便座、便座のブリブリ。便座座るまではいけるもんな。だから、まあ、もうこう店着いて、うん、さあ、ね、トイレ入ってさあ出るのね。うん、あの時って余裕も何もないっしょ。余裕ないですよ、もう。もうほんまにもう何とか持ってくれいう意思。ああ、そうね。なんであと1秒2秒が持てへんのかいとかね。いや、前のスーパー玉で、うん、あの納豆ですよ、ね。いや、俺あの時あの扉を取って掴んだ時にプリッて汚れやで。今回はね、トイレ中入ったのよ。いや、俺も一緒やから。俺としてだから俺も言いました。俺ベルトの夢の時に出たもん。ああ、そうか。わーっという時にわずか何秒かのね。うわ、そうそう、あと1秒2秒がなぜ持たんかという。そうベルト外すよね、わずかったの。もう出た時もああやってもたみたいな。あー、ね、でもまあズボン洗濯してね。そういう問題です。洗濯すぎなかったんや。洗濯してる。うん、だから漏らせるだけもね、あの便器だけじゃなくて周りもよう見るもんな。どっか落ちてんやろ。周りは大丈夫だよ。で一応寝るとは見ません。周りは大丈夫だよ。大丈夫や、もうお風呂に来てや。たまに自分の子供ちゃんと連れてくるな。あのね、扉開けてね。そうやね、あれなんでやろな。さあ便座座るから優先も何秒かないですけどね。ブリブリって。